はい、この時間わしわしイーグルスをお届けいたしました。さあ本来ならステージイベントここで終了なんですが、いつもね、はい、この後ね、いつも DJ プレイやってるんですけども、今日徹夜なぎウィスタックライブをお届けしたいと思います。元イーグルスの選手鉄平がギターを奏でますので、お時間ある方はお付き合いいただきたいと思います。2人ともかき氷食べ終わりましたかね。なんかもう帰りたいって言ってたけどね今日ここにかき氷食べに来た来たんですね。ここまたここ呼びました。はい、楽しみですね。マイクがありますか。じゃあちょっと呼びましょうか。転換中なので、はい、お待ちください。転換から公開リハまで全部ご覧いただきたいと思いますはい、じゃあ呼びましょう。徹夜なぎウィスタック、てっぺいさん、たくちゃん、どうぞ。お願いします。来ない来ないぞ私もマイクスタンド取ってきます。なんで自由なんだこんなにも。てっぺさん、柳さん、はい、知らない人もいると思うので改めて紹介させていただきますと、イーグルス応援バンド、あ、いたいたいた、楽天イーグルス反公式バンドでございます。反なんだ、反なんだ、反公式バンド、反なんだ、反公式バンド、結構長いこと活動してらっしゃるんですね。反なんだ、はい、球団のいろんなところでね曲を使っていただいておりまして、今日やる曲、はい、小さな羽も、そう、この後まさにジュニアチアのみんなが何分くらい48分を今日予定してるんですけど、ちょそれまでにライブを終わらせよう、まあ終わらせる。そう、あの夏休み期間中ですね、ジュニアチアのみんなが試合前セレモニーだったり球団歌でエンジェルスと一緒に登場してくれるんですが、そのジュニアチアのために作っていただいた曲なんですよね、小さな羽。そうなんです、ね、歌詞の中にエンジェルス入ってたりイーグルス入ってたり、はい、とってもとってもあの素敵な曲なのでね、水飲んでくる。で、あのジュニアチア踊ってる時はちょっと短縮したバージョンなんです、まあ、1分2分くらいに短縮したバージョンなんですけど、今日はフルですか。誰も答えてくれない。フル、何今日小さな羽フルですか。フルで歌っていただけますか。今日フル、はい、です。フルです、ね、本当に素敵な曲なのでね、皆さんぜひぜひ楽しんでいただきたいですね。てっぺいさん、たくさん、もうかき氷食べ終わりました。完食してたじゃないですか。あそっか、そうだ、完食して優勝してたんです。おかわりしてないですか。そう、あ、おかわりしてなかったです。おかわりもしてない。そうだ、完食してました。はい、食べてないの私です。1曲目、羽ばたけ楽天イーグルスやりたいと思いますので、あ、やった、ご存知の方一緒に歌っていただいたりね、応援していただいたり、ご参加ください。はい、さあこれより徹夜なぎウィスタックというイーグルス応援バンドがライブを行います。ギタリストは鉄平さんですよ、ご存知ですか。元首位打者ですよ。元首位打者の男がね、今ギターを持ってます。15年前ですか。未だにイーグルスの選手の中で一番スリーベースヒットを打ってる人です。あ、でも今年ね、はい、辰巳選手が抜くかも、今のペースなら。あ、かも。そう、今10本でしょ。それってあの抜かれるのって嬉しいんですか、悲しいんですか。どっちでもないからですね全然抜いてくれたら、抜いたんやーって。え、てつさん何本だったの。僕13本。13本、あと3本か。ペース的には抜きます。そうっすね、あと47試合ぐらいだっけな、イーグルスは確か ね、はい、ぜひ応援してください。応援してあげてください、はい、建設の記録、数々の記録を持っております。てっぺいさんですけれども、今はシニア監督として子供たちに野球を教えて、お休みの日はギタリストです。はいはいはいよ、三塁打がなくなりそうで、あと、なんだろう、ギター記録、なんだ、あ、てっぺいさんなんだろう、連続試合とかですかね、ヒットもね、連続、あ、そうだ、ヒット、20、20何試合、24試合、24試合、あとなんだろう、すごいっすね、打数かな、あ、打数、連続打数なんだろう、へーとか、あと連続三振、連続三振連続三振も持っちゃってる、これはもう日本記録、日本記録あ、本当、もう三千と輝く、僕、そうなんだ、僕一人だけです。そうなんだ、はい、何個9打席連続三振。あ、打席ね、打席連続三振、連続三振、そうなんだ、そうか、まあ、でもね、首位打者だからいっぱい試合出てるっていうことです。これからはじゃあ、まあ、元首位打者よりもウルトラ楽天イーグルス9打席連続三振男、てっぺーイエーイ、イエーイはおかしい
はい、準備が整ってまいりましたので、ほいほい、お届けしてまいりたい。そうですね。ちょっとギターデッサン弾きながら、はい、羽畑楽天やりながら、楽しみだな。はい。みくちゃん、はい、ちょっとお手伝いお願いします。はい、皆さん頑張ってください。ありがとう。楽しみに聞いてます。ありがとう。さあ、ということで、試合前、あと1時間、55分くらいあるか、お時間ある方お付き合いいただきたいと思います。イーグルス応援バード、徹夜なぎウィスタックと申します。テストも兼ねて1曲やりましょうか、私は。ヘイ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 、ヘイワンツーヘイワンツー、うるさい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 。じゃあ行きましょう、皆さん。はいよ。間違えるなんて、何か間違えたら二度と歌わせてもらえませんよ。やり直していいですか。わざとね、サウンドチェックとしてわざと。もう一回、はい、先生、羽畑楽天イーグルス歌いたいと思います。白銀の夢から覚める花、森の都に定してね、曲の割にピューって飛ばしてもらう予定だったんですけど、まさかの投擲になりました。はい、見たことありません。落ちていましたね。はい、穴開いてたのね。ラスイチの風船か。皆さんぜひポンプで膨らまして飛ばしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあミクシャの出番ここまでです。投擲姉さん、風船投げ姉さん、一番の見せ場が壁になってて信じられない風景でした ね。さあ続いてはこの後セレモニーで場内でジュニアチアが50分ぐらいって言ってたけど、48分ぐらいって言ってたけどな、踊ってくれる小さな羽という曲がございます。僕たちが作って歌ってる曲なんですけども、フルバージョンでお届けいたしましょう。ジュニアチアのみんなはね、もう陸上競技場に集まっちゃって、ね、見れないんです。そっか、ちょうど、集合時間なんです。じゃあ次届くようにね。そうね、はい、元気いっぱい歌いましょう。小さな羽。
試合がこの後45分後に始まります。東北楽天ゴールデンイーグルス交流戦優勝してからなんとか粘ってね、順位キープしておりますけども、はい、元打撃コーチ鉄平、はい、ここまでのイーグルスの戦いをコートでお願いします。いい感じ。どういうこと？いい感じ。いいマイナー。いやいやコードは G、 コードは G でした。はい、いい感じだそうです。応援いただきたいと思います。負けた時もありますよね。でも頑張ってますよ。乗本選手が打たれる時だってそれはあるさとかあります、ね、昨日でも156キロ出してたんですよ。やっぱクローザー向いてるんですかね、性格的にもね。1イニングでね、いけちゃうんでね。そうですよね、フルパワーでね、うん、はい、応援いただきたいと思います。さあ、続いての曲でラストになりますけれども、僕たちが最初に作った曲で、楽天モバイルパーク宮城スマイルグリコパークに観覧車ができた時に球団からなんかテーマソングを作ってくれないかと言われて作った曲、僕らの観覧車という曲がございます。スマイルグリコパークで結構BGM としてかけてもらってる曲でございまして、聞いたことある方もいるかもしれませんね。ちなみに我々のこのやってるオリジナル楽曲は
グッズショップで CD 化して販売しておりますので、2枚もアルバムありますんで、買ってくださいね。よろしくお願いします。4枚あるよ。歌詞がないから今写メ、まさかの写メ。これ見て大丈夫？大丈夫ですね。これ何パックで入るんですか？8です。8、じゃあ、はい、じゃあ、はい、メンバー紹介しなかったの？4じゃないですか。一回も練習しないですよ、忙しくて。メンバー紹介だけでしょ。はい、はい、元イーグルス首位打者、9連続三振の記録を持つ男、てっぺーん。かっこいい。9連続三振。それまでね、8連続三振やったんですよ。誰が記録が誰？草野さん。いやいや、あの日本記録なんです。あ、そっかそっか。そうだから、ブライアントブライアントの記録が抜いたんだ。そうそうたる外国人選手だ、歴々のもうブンマースカだ、はいはい、ブンマースパワーヒッターだはい、を抜いてアベレージヒッターの鉄平が僕一人なぜなんで打てない時ってありますよね。ありますね。はい、さあ、カホーン&コーラスはタクシャーン。こんにちは。本間ちゃんの息子でーす。本間圭子さんの息子でーす。最近 YouTube 見てるとね、いつも CM 出てくるんですよ。困りますよね。何のタイミー？タイミー？あ、タイミーね。時間を選ばず働けるみたいな。恥ずかしい。ボーカルはステージ MC 担当いたしております柳と申しまーす。天気悪い中お付き合いいただいてありがとうございますね。試合中どうかな、うね、意外といいな、ね、はい、じゃあお天気になりますように願いを込めて、僕らが一番最初に作った曲、僕らの観覧車を聴いていただきましょう。明日もきっとまたいいことがあると信じられるよ。ほらさらさら緑の芝が揺れる風に合わせ君にうなずいてる。うつろう空色見つめて思い好き
き出す笑顔、僕らの街の夜輝き出す。捜査観覧車が回り出す。今日もくるくるくると踊り出す。君と僕の笑顔を乗せて、今日も明日もずっと回っていく。さあ手を離さないで歩き出そう。ゆっくりゆっくりでも進んでいこう。言葉なんかいらない、風をつなげば誰も誰もがみんなスマイルになり踊り出す。ありがとうございます。手拍子お願いします。雨降んないで絶対勝つぞ、イーグルス。ありがとう。じゃあもうニックちゃん出てこのまま締めよう。おじさんたちも残っててください。もうね、かき氷から疲労困憊です。疲れちゃって。いや素晴らしかったです。ありがとうございます。今日解説ないの？今日ないです。お休みなの、ね、お休み。 お休み。よかった、はい、実況ないの？お休み。お休み。氷だけ食いに来ました。ライブしに来たんじゃなくて。たくさん年取ったね、なんかね。もう30人ですから、ね、すごい。はい、じゃあ改めて締めたいと思いますが、はい。皆様がこんな間にいていいのかなと。いいですか？メインで。さあ試合開始まであともう35分。はい。あっという間。はい。あ、ピクさん、ジュニアチェイ行かなくていいですか？まだ大丈夫。まだ大丈夫ですか？はい。48分だと。48分ですか？はい。今日はイーグルス予告先発選手でございますので、はい、勝ってまた今日貯金を作って、うん、貯金生活に明日から入りましょうや。よいしょ。はい。じゃあもう一回絶対勝つをイーグルスでやりたいと思いますけれども、皆さん一緒にお願いしますね。頑張れ騎士、絶対勝つぞイーグルス。もう一回だけご唱和お付き合いください。洗濯の下の皆さん、ビアガーデンの皆さんも一緒にお願いします。雨の中お付き合いどうもありがとうございました。はい、いきますよ。頑張れ騎士、絶対勝つぞはステージ MC 楽天編パーソナリティ柳祐介と、はい、ステージ MC の西田美久がお届けしました。と徹夜のニスタックのウィズタックと、徹夜レギュザックの徹でした。タックってウィズタックからタックさんなんですか？ウィズタックさんなんですか？いつも締めてるダサいポーズがあるんですけど、一緒にお願いします。お付き合いいただいて、なるべくですね、内股で、これでいいを使います。そうです、内股でなるべくダサくお願いします。もダサくお願いします。ジョン・トラボルタみたいな感じ。そうそうそう。はい、じゃあ皆さん、雨降らないことを願って、この後試合が始まりますので、スタンドへ行ってらっしゃいイーグルス。Keep